はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日は皆さんゴールデンウィーク今日で最終日だと思うんですけど、いかがお過ごしでしょうか。自分は結局どこ行っても混んでるしって感じで家にほとんどいたんですけど、最近緑茶にハマってて、あんまりねこう家にいてもあかんなと思いながら、岐阜県の七草町にあるお茶の白川園七草御殿というところに行ってきました。岐阜県といったら白川茶っていうお茶がすごく有名なんですけど、私ねよく道の駅なんか行く動画も出してるんですけど、道の駅に併設されててお茶を主に取り扱っているお店で、いろんな種類の白川茶がたくさん売られているお店です。お茶がメインで売られてはいるんですけど、お茶以外にもこのようなお土産も売ってて、お土産も白川茶を使ったお土産が多く、他にも岐阜の名産品とかが結構ねたくさん売られてるようなところです。結構あっちのね白川の方とかは漬物有名なので、こんな感じですごくねたくさん漬物が売られてたりとか、こう試食がありましたね。あ、マノテさんね、食べるだけあの赤かぶ漬けを買って帰りました。あとお茶を使ったスイーツなんかもすごくたくさん売ってて、このね白川茶プリンってやつはねすごく美味しくて毎回行くと買うんですけど、プリンとか饅頭とかソフトクリームとか、このショーケースにおやきとかめちゃめちゃね美味しそうだったんですけど、この飛騨牛まんとかね地元の特産品を使ったものが売られて、奥にイートインコーナーもあるので食べれるような感じになってます。ほんとフラッといった感じだったんですけど、豆も一緒に今回はお出かけしてきました。この日もね暑かったんで水をねペロペロ飲んでますね。お茶屋さんなんでこんな感じの顔入れるボードがあったんですけど、だからもう豆さんをねちょっとリアル入れてる感じなんですけど、何されてるんだろうっていう感じで可愛らしく輪っかの中に収まってくれてました。豆無理やりやん、豆もう嫌だよ豆。はい、ではこんな感じでフラッとほんとちょっといった感じだったんですけど、割にゴールデンウィークだったんですけど空いてる感じで買い物もしやすく、お目当ての緑茶もいろいろ買ったり、お土産も買いながらゆっくり帰りました。よいしょ。はい、では今緑茶旅から帰ってきていろいろ緑茶買ってきたんですけど、緑茶っていうと普通にそのまま入れて飲むっていうイメージが多いと思うんで、今日は緑茶の茶葉を使ったレシピを紹介していこうかなと思います。では使う分の茶葉をすり鉢ですって細かくしていきます。ある程度細かくなったら茶こしでふるっていきます。では今こんな感じで茶葉が粉末状になったので、ちょっとこれはね味を調節しながら、茶葉を今だいたい大さじ2に対して塩を小さじ3分の1加えて混ぜていきます。はい、では全体を混ぜたらこれで緑茶塩の完成です。緑茶の風味は結構しっかりするので、いわゆる結構ね抹茶塩って流行ったんですけど、そんな感じですね。今日はこれも使いながら一品作っていこうかなと思います。まず鶏ささみのこの裏の部分に筋があるので、筋の横に切り込みを入れたら、身を表にして包丁の背を筋に当てながら身から筋を取っていきます。筋を取り終えたらささみを5等分に切っていきます。ささみを切り終えたら酒大さじ1、砂糖小さじ3分の1、塩1つまみを加え混ぜ合わせ10分ほど漬けておきます。10分経ったら、まずこの先っぽの尖った部分を、まず太い身の部分を串に刺して、下この先端をキュッと曲げて中に入れて留め込む感じですね。まずこの先っちょの部分を串打ちしたら、この筋を取った方を下にしてこうキュッとね身を丸める感じで刺していきます。串を打ったら、串打つ前にささみに油絡めちゃってもいいですし、あとこの油の種類はごま油とかサラダ油とかお好みでいいんですけど、今日はちょっと緑茶でヘルシーなのでオリーブオイルを全体に塗っていきます。ささみに油を塗ったら
あらかじめ温めておいた魚焼きグリルに串打ちしたささみを並べていきます。弱火の中火で途中で裏返しながら焦げないようにささみに火を通していきます。はい、では今5分ほど焼いて先の尖ったもので肉汁が赤くなくてささみに火が通ったら OK なので、今回2本はとろけるスライスチーズをのせてチーズささみにしようかなと思います。はい、ではチーズがとろけたら完成なのでお皿に取り出していきます。ささみを焼き終えたら上に作った緑茶汁をかけていきます。はい、ではこんな感じで1品目の緑茶塩ささみ串の完成です。はい、ではとこういうお茶を出した後の茶葉って結構捨てることが多いと思うんですけど、お湯ではできらなかった栄養分がすごく残ってて栄養価が高いので、茶殻の水気をキッチンペーパーできれいに取り除き細かく刻んでいきます。ではだいたい今回お茶碗1杯分のご飯にだいたい刻んだ茶葉を2つまみと煎りごま、ご飯の量に合わせてだいたいこんくらい本出汁を入れて、あとお好みで具材が欲しい方はこの枝豆なんかをパラパラっと加えて混ぜ合わせていきます。はい、では全体をしっかり混ぜ合わせたので、今回もねいつもおにぎりよく作ってるんですけどおにぎりにしていきます。はい、ではこんな感じで緑茶を使った緑茶塩ささみ焼き鳥と緑茶葉おにぎりの完成です。できました。はい、では今回は緑茶巡りの旅と買ってきた白川茶を使って2品作ってみました。それでは本日は白川茶で乾杯。くーカテキン。じゃあ早速いただきましょう。いや多分この動画をね出してる日がゴールデンウィーク最終日になるとは思うんですけど、あっという間でしたね。結構混んでるので結局どこもあまし行かず、今日行ったお店はそこまでねめちゃくちゃ混んでない感じだったのでプラッと行ってみました。じゃあまずささみから。うん、じゃあうん、緑茶って普通に飲むことが多いとは思うんですけど、すごく香りがいいですし風味もあるので、こうやって粉末状にしてお塩を混ぜて調味料としてもすごく美味しく使えると思います。こういう焼き鳥とか油っぽい焼肉とかにも使えると思いますし、白身のお魚とか焼き魚なんかに振って食べても美味しく食べられます。まあね、なんだかんだこう連休中出かけたくないなと思いつつ、焼き鳥はちょっとね夜食べに行ったりもしてたんですけど、ささみがねすごく美味しくて、まあ、今回ささみ焼こうかなと思ったのもあるんですけど、筋を取って切ったものを調味料につけておくことで焼いた時にふわっと仕上がって、ささみってちょっと硬くなりやすいので魚焼きグリルで焼く時にできるだけ弱火でじっくり焼くことによって中に旨味がギュッと詰まってお肉がふわっと柔らかく美味しく仕上がります。緑茶結構最近ハマって飲んでたんですけど、体にすごくいいですし、脂肪をね燃やしてくれたりする機能もあるので、お茶として飲むのもいいですし、こうやって食材として使うとより栄養価が高いまま体の中に取り入れられると思います。うん、このちょっとねチーズ乗せたやつも美味しいですね。じゃあ次おにぎりいってみましょう。じゃあうん、茶殻も基本的に捨てるっていう方多いと思うんですけど、お湯にできらなかった栄養素がすごく残っててかなり栄養価の高いものなので、細かく刻んでこうやっておにぎりとかに加えることでそのまま栄養を取れて、ほんのりねこの緑茶の味がふわっと香る感じがご飯にも合ってて美味しく使えると思います。ちょっと串ではあるんですけどね、赤カブもいただきます。
この赤カビもめっちゃおにぎりに合いますね。なんか今日ね行ったお店は結構うちよく行くんですけど、いろんな種類のお茶も売って赤カブとかこういう漬物系も結構たくさん置いてます。他にもこの茶せんべいとかも買ったんですけど、いろいろお土産もありますし、イートインコーナーもあるので、もしね近所にお住まいの方でフラッとね立ち寄る機会なんかがあったらぜひ行ってみてください。うん、はい、ということで今日はブラッド緑茶の旅と緑茶を使ったレシピ2品紹介してみた動画でした。茶葉っていうと入れて飲むっていうイメージが多いと思うんですけど、こうやって細かくして調味料として使ったり、使い終えたものをご飯なんかに混ぜて一緒に食べてもすごく美味しく栄養価も高く食べられるレシピだと思います。なんかね今年健康ブームが来るらしいので、緑茶また流行るかもしれないですね。ほんと今日行ったお店もすごく種類豊富で、緑茶以外のものもたくさん売ってますし、ゴールデンウィーク終わっちゃったんですけど、またフラット近くにね見えた方で気になる方はぜひ行ってみたり、今回のレシピどれも美味しいので作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ緑茶、選ばれたのは白川茶。